皆さんこんにちは。十二代目市川團十郎を父に持ち、歌舞伎界の名門成田屋の長男として誕生した市川海老蔵さん。現在では十三代目市川團十郎白猿の名で活躍されています。若かりし頃からスキャンダルやトラブルなどで世間を騒がせてきたことでも有名です。今回はそんな市川海老蔵さんについて深掘りし紹介していきましょう。本名堀越貴俊、1977年12月6日生まれ、46歳。6歳にして源氏物語の演目にて歌舞伎座で初舞台、8歳にして7代目市川新之助を襲名、そして26歳にして11代目市川海老蔵を襲名し、その襲名披露公演としてフランス・パリでの歌舞伎公演も成功させました。同国政財界の面々も観覧し、メディアでも大々的に取り上げられました。さらには NHK 大河ドラマ武蔵、主人公宮本武蔵役で主演、映画出口のない海にも主演し、その他ドラマや映画、現代劇の舞台などにも多数出演。市川海老蔵さんの芸の幅広さはまさに凡人には真似できない領域です。そんな市川海老蔵さんは2010年1月29日、日本のフリーアナウンサーの小林真央さんと結婚しました。しかし小林真央さんは2017年6月22日に34歳という若さで亡くなりました。原因は乳がんです。小林真央さんに左乳房に腫瘍が見つかったのが2014年2月でした。当時はがんも確率が 50% だったそうですが、その後の再検査ではマンモグラフィーも使ったのですが、がんを疑うものではなかったそうです。しかも生検を受けるべきなのかを医師に尋ねると、必要ないという答えが返ってきたそうです。次の再検査が3ヶ月後でしたが、小林真央さんは忙しくて実際に検査を受けたのが8ヶ月後だったのですが、その時にはすでに乳がんだと告知されました。そして小林真央さんが最初に乳がんを治療したのは標準治療ではなく民間治療などの代替え治療だったことが分かりました。小林真央さんが受けたクリニックは東京都青山にある内科病院須藤クリニックで、ここで水素温熱免疫療法や再対決を使った治療などさまざまな治療を行っていました。総治療費は1億円とも報じられた。小林真央さんの闘病生活のうち、このクリニックの治療にかなりの額が支払われていたようです。なぜ小林真央さんは民間療法を選択したのでしょうか。その真意は分かりませんが、とある著書には手術することでがんが増殖したり拡散するケースもあると書かれていますから、それに影響されていた可能性もあります。小林真央さんが須藤クリニックで治療を続けていましたが、この須藤クリニックは医療届を出しておらず、業務停止命令も出ました。その民間療法の内容も詐欺に近い内容だったということです。そのことについて小林真央さんはブログで、私も後悔していることあります。あの時もっと自分の体を大切にすればよかった。あの時もう一つ病院に行けばよかった。あの時信じなければよかった。あの時私は痛み止めを飲むのが嫌でと後悔している内容を記述していました。小林真央さんは民間治療で病状が悪化し、聖路加病院に入院しました。小林真央さんは乳がんの治療で手術は行わなかったそうです。乳がんは一般的に進行が遅いと言われますが、中には進行が早く抗がん剤や放射線治療が効きにくいケースがあるそうです。小林真央さんの場合も予想以上の速さでがんが進行してしまって、手術が難しい状況になってしまったようです。また手術やがん治療を進められていた時期が授乳中だったためだという説もあります。そのままがんが進行し後に亡くなりました。小林真央さんが亡くなった時、子供たち2人は真央さんの顔に触れたり足をさすったりしていたと市川海老蔵さんが語っていました。また小林真央さんの遺体が
冷凍保存されているのではといった噂がありますが、これは完全なデマであることが分かっています。小林真央さんの葬儀に関しては週刊誌にも掲載されていませんが、市川海老蔵さんのブログでは2017年の6月25日に子供たち2人と共に御霊写しの儀に参列したと書いています。この御霊写しの儀とは神道における葬儀の儀式の一つです。小林真央さんの葬儀には200人ほどが参列したそうですが、小林真央さんが所属していたセントフォース関係者が多く、歌舞伎役者や離縁関係者はほとんどいなかったようです。また2018年6月23日一周忌として真央さんのお別れ式を執り行い、安住紳一郎アナが司会を務め、スピーチを桜井翔、女子アナ&キャスターら総勢300人が出席したそうです。たくさんの人に愛される方だったのですね。小林真央さんが亡くなってから7年、市川海老蔵さんは7月9日放送の突然ですが占ってもいいですかに出演しました。番組では人気占い師の木下レオンさんが市川海老蔵さんを鑑定、話題は長女と長男の恋愛話になり、長女については15歳でお父さんに似た方と恋愛すると出ていると鑑定され、笑顔を見せていました。彼氏と仲良くなってみたいし、どんな人間か知りたいし、知った上でこいつとは半年だなとか、この子だったなら長くなるだろうなって勝手に感じる親の楽しみと上機嫌で答えていました。また長男についても14歳で自宅に連れてくるとはという木下レオンさんの鑑定に、僕も14ぐらいの時には連れてきてたので全然と自身の経験談を語りながら笑って話していました。この流れのまま妻である小林真央さんと死別して7年が経った市川海老蔵さんから、私は結婚はあるんですかという質問に対し、結婚のタイミングはお子さんがパパ彼女作らないのと言った時がいつでもタイミングとアドバイスしていました。このアドバイスを受けて市川海老蔵さんは言われなさそうと苦笑いを見せていました。その番組を12歳の長女ボタンさんと11歳の長男還元さんと視聴している様子を SNS で伝えていました。番組内のやり取りを受けてか、市川海老蔵さんは私は結婚あるんですかと言ったら、ボタンやだと X に投稿。再婚に意欲的とも取れる市川海老蔵さんの投稿を受けて、ネットニュースのコメント欄には、再婚したい気満々で嫌だ、娘の前でこういう話題出すなという批判的な声が相次いでいました。ある芸能プロ関係者は、團十郎さん本人は再婚について真剣に考えているようだがと語っています。続けて、地方公演先で再婚も視野に入れて交際している女性と密会していたことがありました。ただ團十郎さんの浮気や SNS ナンパが原因で破局してしまったと聞いています。女癖の悪さが破局の原因ですが、再婚については模索している様子です。ただ最も大きな壁となるのが、今回も話題となっている長女のボタンさん、娘の成人を待つのか再婚を強行してしまうのか、團十郎さんが再婚に対してどの道を選ぶのか、今後も注目が集まりそうですと話しています。1月に放送されたドキュメンタリー特番、成田屋にござりまするで、ボタンさんは市川海老蔵さんの再婚について、再婚パパがしたいならいいんですよ、おめでとうございますって感じなんですけど、私と還元弟のママはママで、真央さんパパはパパなわけだから、再婚して例えば新しいママだよ、新しい家族だよって言われても、もちろん楽しくて楽しいとは思うんですけど、そこまで仲良くできなさそうと明かしていました。母を亡くし丸7年、12歳の少女が抱えるには重く難しい問題でしょうね。そんな市川海老蔵さんは現在、自身が発信する SNS には2人のお子さんへの愛がひしひしと感じられる投稿ばかりで、
すっかりイクメンキャラが定着してきています。しかし以前には日置亜希子さんとの隠し子問題で話題になりました。隠し子の誕生は2002年1月だったのにもかかわらず、市川海老蔵さん自身が記者会見を開いたのは2003年2月で、隠し子は1歳になったばかりでした。隠し子の存在を女性セブンがスクープしたことにより、記者会見を開かざるを得なくなったと言えます。言い方を変えると、仕方なく行った記者会見だったということです。隠し子なので公に発表する必要はなかったわけですが、市川海老蔵さんサイドからするとバレてしまっては仕方がないといったところでしょうか。隠し子がお腹の中にいると分かったのは、市川海老蔵さんが24歳の時だったそうです。24歳ですと順番が違えど、妊娠を機に結婚をすることもできたであろう年齢です。結婚適齢期だと言っても過言ではなく、幸せな結婚もありだったでしょう。しかし市川海老蔵さんには日置亜希子さんと結婚をするという選択肢は一切なかったようで、当時のことを市川海老蔵さんは記者会見にて公表されました。日置亜希子さん、お腹に子供がいます。市川海老蔵さん、あ、そうですか。日置亜希子さん、私は産みたいのですが。市川海老蔵さん、あ、そうですか。市川海老蔵さん、産んでも構いませんよ。ですが僕はまだ結婚は考えられませんが、それでもいいですか。日置亜希子さん、それでもいいです。市川海老蔵さん、そうですか。市川海老蔵さん、じゃあ僕が全て責任を負いますと、もちろん記者会見では誰でもわかるよう丁寧にお話しされたのではないかと思いますが、市川海老蔵さんの冷淡な態度に女性であればがっかりしてしまうような気もします。冷淡というか無関心というか、一問一答のようなやり取りとして説明されていたとか、現在のイクメンぶりからは想像もできません。市川海老蔵さんはそうですかとしか言っていないところも気になります。市川海老蔵さんの会見の様子ですが、妊娠時にはすでに関係が相当冷え込んでいたみたいです。会見当時、隠し子とされた女の子は1歳です。この時市川海老蔵さんには別の女性との噂が流れていたようで、米倉涼子さんとの真剣交際が伝えられていました。こちらもいわゆる家柄が釣り合わないなどの理由から結婚に至らなかったようです。年齢が若すぎたのか、家柄があまりにも釣り合わないのか、遊びでずるずる長く付き合っただけなのか、日置亜希子さんが梨園の妻になることはありませんでした。歌舞伎界にとって女遊びは芸の肥やしとも言われていますし、そもそも結婚する気がなかったということですね。歌舞伎の世界では結婚のハードルがかなり高いです。一方で芸事を極めるために多くの女性と付き合うことが半ば勧められてもいるので、それだけに隠し子がまかり通る土壌があるようです。隠し子の母親であり、当時は市川海老蔵さんの彼女であった日置亜希子さん、市川海老蔵さんに責任は取っていただけたにしても、認知していただいたにしても、特殊な出産に子育てとなることは安易に想像ができたはずです。相当な覚悟を持って市川海老蔵さんの隠し子を出産されることになったのではないでしょうか。市川海老蔵さんの隠し子は2002年生まれですので、2024年現在は22歳になっています。幼い頃はほぼ疎遠だった市川海老蔵さんと隠し子ですが、小林真央さんとの間に子供を得たことで市川海老蔵さんの心境にも変化が現れ、月1回程度で会っているとの噂が流れています。ボタンさんが2011年生まれですので、早くても隠し子が10歳の頃から面会の再開をしているのではないでしょうか。そんな女性関係で話題が絶えない市川海老蔵さんですが、初めての女性は片瀬里乃さんだそうです。共演者キラーとして有名で、お笑いコンビピースの綾部祐二さんやオードリー春日俊明さんら熟女マニア芸人たちの女神として君臨し、バラエティ番組で彼らと共演した際には腕を組んで G カップ爆乳をさりげなく押し付けたり、
膝枕をしたりと芸人をメロメロにしていました。市川海老蔵さんは元交際相手の女性に、一番最初が片瀬さんだった、場所は浴室でと話していたそうです。強烈なフェロモンを出し続けている片瀬里乃さんにメロメロだったのかもしれませんね。いかがだったでしょうか。今回は市川海老蔵さんについて深掘りし紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。